え、皆様こんにちは木村よし子です今日は2022年9月5日月曜日ですね今日はこんなお話ですえー、さて本日はですね企業評価元力で資産を増やすと題しましてお送りいたしますまあ鳥さんはですね まあその上空からどこに虫がいるかということをですね、この両方の目で、もう視覚的に非常にあちらこちらを見てですね、狙いすまして獲物をね、ゲットするわけですよね。そしてまあこの画面に映っているオウムさんはものすごく長生きですよね。私たちの資産もいろんな視野でその企業の評価元力を養ってですね、 そして長く資産運用で成功したいなぁと願って、このオウムさんを今日は連れてきました。ぜひ最後までご覧ください。さて、金曜日の動画ですね。またちょっとあの編集スタッフと連絡がうまく取れてなくて、ちょっとね、ダブってるところが最終的にはありましたよね。申し訳ないです。そして、そのね、飛んでる部分もありましたので、今日はしっかりとこの事業内容や、 会社の姿勢で評価する場合でもう一度取り上げたいと思います。金曜日の動画でね、一応4社のお名前はあ申し上げたんですけども、一応チャートもお示ししましたのが、ハミーさんですね。3134。今日ですね、1088円、5円高で引けております。そして、サイエンスアースさんですね。4412。面白いですね、その動画と音声を 何人かのグループで使えるということでですね、大変現場で重宝がられてるというね、アプリを開発されてますね。今日は2417円で66円高でした。そして、今日は特にね、チャートもお示ししてもう一度ご案内したいのが、高見沢サイバネティクスコード番号6424ですね。こちらも今日は上がっておりまして、 726円、5円高ですね。日本で、そして世界で初めて、その自動発見器を、剣をこう出すやつですね。切符を買う場合なんかによく使いますけどね。そうした空き器を発売された会社ですね。そして、こちらのミワサ、ミワヘルサホールディングスさんも、今日は、 株価は変わらずなんですけども、しっかりです。1140円。コード番号7129ですね。まあ、こちら、各々の事業内容がとても良かったんですよね。そして、会社は個人投資家向け、まあ、もちろん法人向けにも IR されてるんですけども、個人投資家向けの IR に熱心に取り組んでらっしゃるという点で評価したいなと思います。 企業を評価する眼力を養うためには、実際にね、その会社の、まあ、株主総会出てみるのが一番いいんですけども、株主総会は、そのね、株主さんしか参加できませんよね。IR ですと、えー、株を持ってなくてもですね、会社の説明会を聞くことによって、その会社の事業内容とか、そして会社の人はどんな人かなっていうね、雰囲気も掴むことができますので、ぜひ IR セミナーに参加してみることをお勧めしたいですね。 そして、高見沢サイバネティクスさん6424は、まあ、その、IR セミナーなどで、決算の状況が非常にいいということでね、この、一株純利益だけ見ても2.1倍ですからね、心強いなというふうに思います。今日値段がね、しっかりでした。5円高6424ですね。そして、この会社のじ事業内容は、私たちが日常に触れる IC カードチャージ機、 そして、ネカトル機器では効果や紙幣などを処理する機器に組み込まれる各種ユニットですね。そして、防災システムもやっていますし、また何よりも、大株主が富士電機、そして富士通グループも、えー、いらっしゃいますので、こうした有力企業といろいろと交流してですね、いい機会を作っていらっしゃるという点も頼もしいですね。さて えー、ホームページを見てくださいね。高見沢サイバネティクスのホームページものすごく楽しいんですよね。まずね、例えばこうしたね、えー、エアポートのところをクリックすると、この高見沢サイバネティクスの手掛けている登場券認証ゲートが出てきます。もう、こちらね、遊園地とか、そしてね、ビルディングとか、えー、工場とかいろいろね、こんな製品作ってるんだっていうことが楽しくわかりますので、ぜひ見てください。そしてね、えー、宮。 ヘルサーホールディングスさんは何が私良かったかなと言いますと、まあ、調査薬局ね、上場企業いろいろあるんですけども、介護と保育を首都圏で展開している点と、あとですね、政府は、まあ、75歳以上に段階世代が突入する2025年、このね、えー、状況を迎えてですね、やっぱり地域でね、介護と 保育が一体化して調査薬局も身近なところにあるちづくりを実現したいなということで、どうぞ企業の皆様、この政府の方針に参画してくださいという、ね、募集をかけるんですね。そこに手を挙げて、まあ、ご一緒に国と一緒に地域包括ケアシステムの実現を目指している点がですね、いいなと思いました。こちらね、今日もしっかりと株価展開しております。 あの、引けでは変わらずなんですけども、1140円というところでね、ここすごい出来高ができてる点は、注目したいですね。きっと、この事業モデルがいいなと思って、大量に株買った人がいるんじゃないかなというふうに想像しております。さて、日曜日にですね、新聞に出てましたよね。材料で会社を評価する場合、特に私たちが気にするのは、悪材料ですよね。 で、五輪スポンサー企業の上場企業で、その今回の電通元専務による組織委員会のメンバーでもあっ 方がこの角川さんからもお金をもらっていたという話が出てきてですね。あら、今日は角川55円安、3100円なんですね。そこでですね、まド、あ、カってどんな会社安いから買っていいのってね、思う方もいると思いますので、どんな会社か押さえておきたいと思います。角川とドワンゴを有する事業持ち株会社ですね。えこちら、カドカは出版事業、ドワンゴは 動画共有サービス、ニコニコ動画を運営していますね。まあ、この出版と動画ということでですね、まあ、これからあね、どんな展開があるのかなと気になりますよね。2014年ですから、まあ、8、9年ぐらいのね、設立ですけども、今後の展開がどのようになるかね。まあ、今までね、株価は順調に展開してきたんですよね。まあ あー今回、そのオリンピックのスポンサーの一社なんですが、まあどうも青木といいですね。この角川といいですね。何か、 不透明なお金のやり取り取があっっったたんだったららちょととねねこれれから先悪材料として意識されますよ、ね、2020年からですね、まあ、一気に株価が上がってるんで、まあ、やっぱりそのオリンピックを契機にして、スポンサーになることを契機にして、まあ、頑張っていこうよというね、そういう状況で株価がこういうふうに上がってきて、しかも1対2の分割をしておりましたので、まあ、順調に行こうかなとしてるところに今回の、まあ、言ってみればちょっとね、悪材料ですよね。 さあ、まあ、角川の株価って、まあ、今日引け値はですね、3100円の55円安。これはあ、2時30分の時のね、データなんですけども、まあ、ちょっと今後のね、展開気になるところですね、えー。さてですね、今、電通の株価ってどうなってるんでしょうね。今日は4380円、10円安ですね。まあ、何かとニュースでね、あまり、あの、昨今はよろしくないニュースで、 え、取り上げられる名前ですので、まあ、株価もね、ちょっと上に上がりにくいという状況ですよね。ただし、この会社はですね、まあ、それに、古法してというかね、まあ、こんな調子じゃいけないということなんでしょうか。あ、12月の決算なんですけども、今度は140円50銭のね、高配当になるんですよね。これまでよりもさらに増配をするという予定でございます。なので、 まあ、高配当銘柄で、今あまりね、パッとしないけども、まあ将来また立ち直って、すごくね、いい会社として名前が、えー、いい話で出てくるかなと思うんだったらばね、まあもうちょっと引き付けてから買ってもいいかもしれないですね。えー、こちら、配当が3.20%に回ってるので、まあ株価がもう少し下を向いて、しょんぼりしてる時に買うっていう手もあると思うんですよね。さあ、今の材料で、電通買いかどうか、 まあこのね、企業眼力を養うという点では、まだちょっとね、えー、道半ばかなと、もうちょっとスッキリ感が出ないと、買いにくいかなと思っている方多いと思います。まあ私も同感です。悪材料が出たら、上場企業はどうなるのということなんですけども、まあ短期的にはですね、まあ買いたい人が減って、そして通常の売りがちょっと出ただけでも、値下がり傾向となるわけですね。 悪材料の内容次第では大きく下がることもあります。えー、また、空売りした人がですね、十分下がったよというところでですね、利益確定の買いを入れて株価が反発することもありますね。そして、長期的にはですね、企業存亡の危機となることもあります。そして、株主さんですとか、銀行さん、そして投資家ですね、そして取引先、 従業員との関係、まあ地域のね、例えば工場がある地域の方たちとの関係でですね、まあこの会社の事業の強み、コアコンピタンス、応援してあげようという人が増えてくればですね、立ち直れるんですけども、この事業の強みがないですとか、コアコンピタンスがないですとか、まあ強みですね、もうこの会社がなくなっちゃうと困るんだというようなね、そういう確認が多くの取引先と取れない場合は、 ちょっと難しいかもしれませんよね。で、そこでえ、この企業の役員がですね、頑張ろうということでですね、社員と一丸となって再構築に取り組んで、ようやくその立ち直っていただけるっていうこともありますし、また悪材料を転じて強い会社に、ね、なることもありますから、まあそこは見極めたいですね。新たな株主がこのね、どさくさに紛れて登場するケースも多々ありますのでね、やっぱり私たち、ここで買えば、 この会社立ち直って大きく儲かるかもというね、眼力を養いたいものですよね。 で昔の事件を振り返ってみますと、まあ、ロッキード事件っていうのがあったんですよね。まあ、お生まれになってない方もいると思いますけど、1976年2月に明るみに出て、まあ、世界的な大規模職大事件だったんですよね。もう連日ですね、その衆議院予算委員会で事件関係者が呼ばれてですね、承認喚問されまして、例えば全日空の副社長さん、前社長さん、丸めにの会長さんや専務、そしてロッキード社の日本の支配人などが、 もう呼び出された状況がですね、まあ全国にテレビ中継されて大事件となってたんですよね。まあこの時に、まあ全日空はどうなったかということなんですけども、まあ長い時間を経てですね、ANA ホールディングスとなって、まあ経営不振回復などを経てですね、まあこの株価、あ一時はものすごく大きく値上がりした時期もありました。そして丸紅なんですけども、まあその昔はね、株価がそんなに大きく動かない時代もあったんですけどね、 まあ長きを経て、今現在活躍中ということですね。昔はですね、1952年などは33円だったわけですよね。まあそしてそして、どんどん株価もこのように展開してきたということですから、まあ長い歴史を振り返ってみて、ああ、そこが買い場だったなということもありますから、ぜひね、眼力を養って買いかわりかを判断できるようになりたいですよね。さあ今日の結論です。 悪材料が出たとき、株価は安いわけですけども、買っていいとき悪いときがありますよということですね。先ほどご案内したように、この短期的な材料、長期的な材料から見て、今買っていいかどうかがわからなければ、なかなか大きく資産は増やせませんよね。それにはこの会社の例がとてもね、参考になると思います。7733、オリンパスですね。こちら見ていただきますと、ここですね。これこれこれ。 2011年の時にものすごい出来高。この時株価はめちゃくちゃ安かったんですよね。ここ買えばよかったなと思うわけですけどね。まあ、当時は大事件でしたから、買えない方が圧倒的に多かったんですけど、ビヨーンと買った方、多分ね、外国人じゃないかなと思うんですけどね。これ買った人はその後、大資産家になってた,たと思います。何があったんでしょうか。えー、過去十数年間にわたる巨額の損失隠しが 発覚したんですね。まあ会社の中にそういうね、えー、隠していた方が役人す、役員の数人が隠していて、まあそれが明らかになっちゃったんですよね。そして、ここ、こんな安値が実現したんです。なんでこの会社はここが買いだったのか。 内視鏡分野では世界シェアが75%を占める製品があったんですね。あの、よく私たち、胃カメラなんか飲んだりするじゃないですか。あと、手術で内視鏡手術っていうのもありますよね。そうした部分で、オリンパスの製品、世界のお医者さんがこの会社の製品を待っていたんですよね。なので、医療用の光学機器や顕微鏡分野では、世界最大手っていうところが、買っていい時の、このね、材料だったわけですよ。 なのでえ、もしもこれから先、まあ、いろんな会社悪材料、高材料出ると思うんですけども、この会社がなくなっちゃうと、誰が困るのか、世界の病人の方が困るんだっていうような、そういう会社の悪材料は、思い切って買い、かもしれないですね。ここ変えてたらね、何の苦労もなかったんですけどね、見極めが本当に難しいです。高田の例もありますからね、難しいんですけど、こういうところ変えると資家かに、 ぜひなりたいもんですね。まあ、月間でたくさん銘柄を申し上げていますので、今日も特にね、この銘柄っていうのはご案内しないんですけども、この IR 企業で知ったビジネスモデルがとても素晴らしかった4社、ぜひ研究してみてくださいね。それではまた水曜日。この後ちょっぴり雑談いたします。さて、いかがだったでしょうか。ここからは少し雑談タイムとさせていただきます。え何回かそのお店の前を通ったことがあるんですが、 通り過ぎていましたそしてある時ふと足を止めてこのねチョークに書かれてあった黒板の文字を読んでみると「古着無人店舗です」って書いてあるんですね。へーと思ってしげしげといろいろと書いてあることを読んでみると「最初は気まずいかもしれません」「でも500円1500円2000円の価格帯のうちお好みのものが見つかったらご自身でビニール袋に入れて」 ポストにお金を入れてお帰りください。ぜひご利用をしてくださいと書いてあるんですね。思い切って入ってみますと、中は4畳半。そしてお客様はたくさん入ってました。古着がいっぱいきれいに並べられていました。私も買いました。6メートルぐらいの木綿のかわいい生地がなんと500円。一部日焼けしてたんですけども、あとは真っさらのとても素敵な木綿のプリントの生地でした。 これからも時々覗いてみようと思います。野菜の無人店舗っていうのは経験したことがあるんですけれども、今洋服とか、あなんかこう、餃子産さんとか、無人店舗が主流となりつつあるような気配を感じました。そう言われてみれば、デパートなどで洋服を見ていると、いろいろとお店員さんが話しかけてくるんですよね。まああれもいいんですけども、ちょっとこう、お買い物に没頭している時に、不意打ちに声をかけられると、ドッキリしてしまって、なんかこう、 買ううう気持ちがが減退ししてていいいくっっ経験は、皆さんんもななたことがあるんじゃないでしょうか。無人のところでゆっくりと自分の好きなものと向き合って気に入ったものを買っていくっていうスタイルねなかなかいいなと思いましたどんどん無人店舗が広がっていくと、まあ、少子高齢化社会で働く人が少なくなっていっても乗り切っていけるのかなと思ったりしました是非いろんな新しいビジネスのやり方をまたアンテナを立てて見つけてみたいと思います それでは今週もよろししくお願いいたたまますまた水曜日におお届けしします良いい一日日をお過ごしくださいそれでは水曜日皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります